いやあ、皆さん元気してますか？うさぎでございます。ということで、今回もね、動画撮っていこうかなというふうに思いますが、日本星とがですね、アマゾン総合ランキング1位ということで、まあ、日本星と関連の本ですね。で、章分けで、なんていうのかな、記事載ってたんですけども、これは、支持者の方々にですね、まあ、党員の方々もそうですけども、買っていただいてですね、まあ、どんなものなのか、みたいなことをね、やってもらえればいいかなというふうに思いまして、まあなんか、すごいですよね。今頃、なんていうのかな。まあ本っていうね、まあ一つの媒体で、なんか売り上げを一つ立てれるっていうのは、まあ今までの既存政党ですか。基本の政党とはちょっと違ったね、形になったのかなというふうに思ってしまいます。まあ NHK ともね、なんか本とかに注力してみたらいいんじゃないかなというふうに思ってしまうのと、まあ、参政党もね、なんか、本書いてるんですけど、なんか、あんまりなんかね、売り上げ全然立ててないし、アマゾン総合ランキング1位になってないんで、まあなんか、あれですね、やっぱ日本保守党って、なんか支持している人たちがすごい多いんだなっていうことがね、まあわかるんじゃないかなというふうに思っております。はい、じゃあちょっと読んでいきましょうか。はい、今回はちょっとね、悪いニュースじゃなくていいニュースなのでね、はい。作家のですね、百田さんとジャーナリストの有本さんがですね、まあ、なんていうんですか、共同で書かれた、日本保守と日本を豊かに強くというね、1月31日、アスカ新社で、まあ、刊行されている、事前予約がですね、まあ、開始された直後ですね、発売がですね、まあ、1週間前にして、早くもですね、アマゾン総合ランキング1位を獲得しましたと。で、まあ、全員11章ということで、352ページですから、まあ、大体、そうですね、まあ、20万文字ぐらいですか、その程度ぐらいは書かれてるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、有本さんと百田さんがですね、まあ、共同で書いてるっていうところがあるので、まあ、10万文字で、渡してるんじゃないかなというふうに思うんですが、それでもね、相当な、なんて言うのかな。まあ、文字数だということがね、わかると思います。まあ、結構分厚い本じゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、作家の百田さんとジャーナリストの有本さんがですね、立ち上げた新党ですね、日本保守党の共同代表に就任した河村隆さんもですね、まあ、名古屋市長、あ、これあれですね、月刊花田の内容ですね。まあ、2月の関係で、まあ、なんか発売のですね、なんていうのかな。講座会ですかね、座談会の関係で決意も語っておりましたよということで、まあ、これ月刊花田の内容なんですけども、まあ、これに関して、なんで僕この記事を引用したかっていうと、まあ、アマゾンランキング総合1位になったですね、日本保守党の共同代表にですね、河村市長もなっていらっしゃると。だから少なからずこの日本保守党っていうところにですね、まあ、この本に、河村市長もですね、携わったんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、まあ、著名人の方々もですね、かなり、多くの方々がですね、この関係ですか、に携わってるということが、明確に分かっておりますので、これはね、ちゃんと、なんていうかな、日の目っていうのかな。まあ、取り上げてあげないと、なんていうのかな。意味がないというふうに僕は思ってしまうんですよね。うん。まあ、352ページですから、多くの人たちがどんな風にね、まあ、読んでいくのか。まあ、でも、ちょっとずつ読んでいくのがね、一番ベストなんじゃないかなというふうに思ってしまいますよね。多分、歴史の関係とかっていうのにもね、触れてる本だと思いますので、かなり気になるかなというふうに思います。で、僕もですね、百田さんの本はですね、何枚か、何冊かですね、持っております。まあ、それこそ、永遠のゼロから始まり、風の中のマリアから、あと、海賊と呼ばれた男ですか？はい。海賊と呼ばれた男はですね、なんかすごかったなと。もうとりあえずすごかったなというふうに思ってしまったんですけども、まあ、あんな本も読みながら、あと、あれですね、中国の、あれですよ、禁断の中国史ですか？あれも面白かったな、というふうに思いましたね。まあ、ぜひ皆さんね、日本保守党の界隈のね、本ですから、ぜひ買っていただければいいかな、というふうに思っております。で、河村市長の話にもね、触れていきましょうか。まあ、作家のですね、百田さんとジャーナリストの有本さんがですね、立ち上げた新党、日本保守党の共同代表河村さんがですね、座談会をされましたよ。月刊花田12月号、やつですね。で、同号に西村さんですか？はい、産業大臣だったりとか、羽生田さんだったりとか、その他諸々の方々の独占インタビューも掲載されていて、話題を占めていると。で、この当時の、12月20日ですから、まあ、ちょうどね、なんていうか、自民党の兼ね合いだったりとかっていうのが、まあ、表に出てき始めた感じですかね。という感じですよね。で、武田さん。武田邦彦先生ですね。武田先生も、なんか党ではなく人を応援しますみたいな感じでね、これだけ多くの方々が、
月刊花火のインタビューで、まあ、応援メッセージを送ったという感じでございます。だから、まあ、総合ランキング1位っていう風にね、なってるんですが、まあ、それだけ多くの方々にですね、支持されてるし、まあ、なんていうのかな、日本保守党界隈のですね、まあ、なんかいろんな人たちいると思いますが、まあ、その人たちがね、どんな感じでね、どういう風にこれから、進んでいくのかっていうのは、すごい気になるところではございますよね。なんだっけ、なんか、いるじゃないですか。うん。あんまりこう、言及するのは良くないと僕は思ってるので。その人たちのことはね、まあ、放っておいて、なんていうのかな、まあ、これだけですね、きちんとした、支持者の人たちがですね、まあ、いらっしゃるということでございますから、まあ、なんていうのかな、基本のね、数が違うんですよ。ちゃんと、基本の数字が全然違うと。うん、どれだけ、やっぱ本買ってくれる人って、本当に、まあ、ずっとね、百田さんのことを応援してくださった方々だし、有本さんとかね、ニュース朝8時をね、ちゃんと見てる人たちなんですよね。まあ、そう考えてみたらですね、彼らがやってることっていうのは、やっぱり、なんていうのかな、ずっと積み上がってきたものっていうのが、まあ、こういう形でですね、本を刊行したりとかしたらですね、アマゾン、総合ランキング1位になったりとかね、するわけですよ。で、多分、これ、書店にもね、並ぶわけですから、まあ、下手するとね、10万部以上ですね、可能性が出てくるんじゃないかな、というふうに思ってしまいます。まあ、僕もね、ちょっと見なきゃな、というふうに思ってるんですけれども、ね、はい。アマゾンで買うのどうなんだろうね。まあ、僕、基本なんかね、書店で買いたいっていう人なんですよね。本って、やっぱり書店で買うべきだと僕は思ってしまうんですよ。アマゾンで買うとね、まあなんていうかな、日本のお金がですね、アマゾンを通してですね、支払われてしまうってわけですから、アマゾンで買うよりも、日本のね、書店で買った方が、その書店の人たちもですね、潤ってくれるし、そっちの方がいいのかなというふうに思います。今もう書店とか書籍とかね、まあなんていうのかな、販売店とかすごいね、苦しい、状況が続いておりますが、まあやっぱりその部分のことをですね、ちゃんと応援するという形でですね、やっていけばいいんじゃないかなというふうに思います。まあだからといってね、アマゾンが、じゃあ全部ダメっていうわけではないですからね。うん。まあなんかすごい気になるなぁというふうに思いまして、なんていうのかな。まあなんかね、楽しみですね。本当に1月の31日ですね、新しい本が掲載されるということで。まあなんかいいんじゃないですか。支持者の界隈の人たち、なんか一つのね、区切りみたいなものが。10月から始まって、今、1月ですか？だいたい、何月だ？ちょっと待ってね。10、11、12、1ですから。まだ4ヶ月しか経ってない。決闘宣言からまだ4ヶ月ぐらいしか経ってないと。4ヶ月なのにさ、多くの人たちからね、こんだけ文句言われる、っていうかね、なんかね、こう台風の目になってるっていうのは、まあいいことなんだろうなぁ、というふうに思ってしまいますね。はい。まあ頑張ってね、まあ有本さんも百田さんもね、今の活動をずっと続けてほしいし、百田さんはね、やっぱり手術したばっかりですから、そこが心配ですよね。おやびね、ちょっとね、体壊しちゃったからね、無理しないでほしいなっていう、そこがありますね。うん。まあ頑張ってほしいっていうところもあるし、プラスアルファでね、頑張りすぎてもね、体壊しちゃうばっかりだから、まあ、今回ね、手術でちゃんと成功してくれたっていうのがあるんで、まあ、なんていうのかな、今までの生活をですね、まあ、改めて一新してですね、まあ、長生きしてほしいなというふうに思いますね。なんかね、最初ガンだって言われた時すっげー心配しちゃったんですけど、なんか意外とね、ツイッター見てみると、まあ、全然問題ないっすよ、みたいな感じで、ね、なってるんで。まあ、手術受けた、病院の先生もね、すごい、優秀な先生だったということだったので、まあ、そこに関してはね、心配ないのかなというふうに思いながらね、うん。まあ、体壊さない程度に頑張ってほしいなというふうに思います。はい、ということで以上になります。面白いと思いましたらチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。以上です。バイバイ。